したんですか？大丈夫ですか？わけわかんねえ。鬼にやられたんだろうか。それにしては傷が少ないような。変な奴が誰かで構わず襲ってきやがったんだ。わけわかんねえこと叫びながら。確かにそう離れていない場所におかしな匂いがする。鬼じゃない、人のような、でも獣のような。なんだ猪突の死、猪突の死。え？よくわからない変な匂いのやつがこの山にいる。さらに用心していこう。あ、他の参加者だ。でも妙におどおどしているというか。心臓が口から出てくるから。本当に一人で驚いて、一人で怒ってる。ただでさえ周りは暗いし、鬼がうろついてるし。何なの、何なんだよここ。なんで俺なんかが参加しなきゃいけないの。俺嫌だって言ったのに。いやー、今度こそ出たんでしょ。やっぱり風で木が揺れただけなんだけど。参加者にもいろんな人がいるんだな。